どうもリットです。大変長らくお待たせいたしました。本当はですね、この動画は1ヶ月ほど前にあげようと思ってたんですけれども、気づけばですね、もう夏なにまであと約1週間ともう寸前のところまで近づいてきております。本当ね、遅れてしまって申し訳ございません。で、今回ね、もう完全に全作品全45作品の夏アニメが出揃っておりますので、そのね、あらすじだったり魅力なんかを含めつつ一挙に今回は紹介させていただきたいなと思います。で、先ほどですね、上げた動画見ていただいた方は分かると思うんですけども、今回からの動画のテイストを変更させていただきます。著作権の方をね、配慮させていただきまして、アニメの画像とか一切使わずに紹介していきますので、ちょっとね、見づらい部分とかあるかもしれないんですけども、ぜひですね、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは早速1作品目がどんどんと紹介していきたいと思います。ではまずですね、1作品目です。1作品目がこちらですね。アイドリッシュセブン、サードビートという、こうね、アイナラですね。まあ、ゲームの方もありますけれども、まあ、アニメ、アイドルアニメですね、男性の。こちら、円盤売り上げは1期の際は2万枚以上、2期も1万枚以上でも大人気作品ですけれども、まあ、女性版は1期、ついに3期が来ましたということをね、紹介させていただきました。続いて2作品目です。2作品目がこちらですね。アイドルランドプリパラという、こうね、こちら完全新作アプリ、連動アニメとなっているみたいです。次3作品目です。3作品目が、アサルトリリーフルーツという子ね、こちらアサリリのショートアニメ、ミニアニメらしいんですけど、非常に楽しみです。アサルトリリーブーキ皆さん見られてましたかね。秋アニメかな、2020年ってやってたと思うんですけども、非常に面白かったんで、まあこのショートアニメも非常に楽しみにしたいなと思います。次4作品目です。4作品目が、バニタスのカルテという子ね、これも僕先日まで手記って読んでたんですけど、カルテって読むらしいですね。これ、まあ皆さんもちょっと、まあまた間違えやすいともね、気をつけていただけたらなって感じですけど、こちらは、呪いと救いの吸血鬼団開幕という、吸血鬼はね、主人公になってきますかね。で、まあ月刊ガンガンジョーカーにて、2016年1月5日連載中の漫画原作と、で、2021年6月でね、単行本の累計発行部数はなんと550万部を突破してる大人気作品ですね。これ PV を見させていただいたんですけど、すごいクオリティも高くて、制作会社ボンズさんというところで、まあ、僕のヒーローアカデミアとか、まあ、ヒーローカーさんね、ヒーローアカとか、ジョゼトラ、ジョゼトトラス魚たちなんかを作られて制作会社さんのやってるアニメなんで、まあ非常に作画もいい。その上声優陣も非常に豪華で、まあ今をときめく花江くんとか石川海津さん、水瀬いのりさん、茅野愛さん、石田明さんとか、まあ、名だたる声優陣でね、もうこれは楽しみでしかないなというところで、ぜひ皆さんも見てめちゃ簡単。見てみてください。はい。続いて5作品目です。5作品目がこちらですね。裏道お兄さんというね、これ僕自身あんま期待してなかったんだけど、視聴者さんも結構期待してる方多かったので、しっかりね、紹介したいと思うんですけど、こちら一人者の漫画が原作の作品になっておりまして、教育番組をやるお兄さんを裏の顔も含めて描いていくという作品みたいです。まあね、視聴者さんも注目してるので、僕自身も注目して見ていきたいなと思っております。続いて6作品目です。6作品目が、ウルトラマントリガーニュージェネレーション大河となっております。続いて7作品目です。7作品目が、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった X というね、ハメフラの2期がついに来ましたということで、やったー、おめでとうございます。まあ、ハメフラで正直1期で完結した感もあるので、2期がどんぐらい面白くなるかってちょっと予想つかないんですけど、やっぱハメフラの1期めちゃくちゃ面白かった。ぜひね、見てみてほしいんですけど、1期めちゃくちゃ面白かった2期もね、やっぱ楽しみに期待してみたいなと思います。続いて8作品目です。8作品目が、Obey Me と。続いて9作品目です。こちらが、俺、対馬と。これ多分ショートアニメだと思いますね。続いて10作品目です。10作品目が、過激少女ということでね。まあ、これはまあ僕も結構注目している作品になっております。こちらですね、未来のスターを目指して輝く舞台へ情熱を注ぐ過激少女たちの青春スポコンストーリーとなっておりまして、もともとはですね、過激少女っていう、まあ、なんかびっくりマーク一つね、過激少女っていう名前で、ジャンプ書いてね、主演さんのとこの青年漫画にて連載されたらしいんですけど、そっからなんかその同志が、そのジャンプ界が休刊になったことによって、なんか今度は少女漫画の、まあ、白戦士さんの、メロディーってとこで連載されてるらしいんですよね。青年漫画から少女漫画に移行できるのかっていう感じもしたんですけど、まあそんな感じで、まあ結構ね、特色のある、まあ、連載形態になってるみたいです。で、現時点でね、累計アクブ数100万部突破ということで、ね、僕自身もね、これ見て楽しみたいなと思っております。続いて11作品目です。こちらが、彼女も彼女でやっと来たー。いやー、原作大ファンなんですよ、この作品は。僕本当にね、嬉しいですね。もう超楽しみな作品となっております。まあ、堂々と二股をしていく、もう一色のラブコメディということで、まあ、ひろゆき先生ってね、アホガールの作者の方が描いている作品なんですけど、まあ、アホガールを見ている方はわかると、でもとにかくね、もうめちゃくちゃ笑えるわけです。笑える上で、今回しっかりラブコメ、まあ、恋愛の部分もしていく。まあ、主人公はもうめちゃくちゃまっすぐな、嘘をつけないですね。嘘をつけないからこそなんか二股になってしまうということで。いや、本当にね、ヒロインたちも可愛いし、最高ですね。先生会社が
が手塚プロダクションさんということで、まあ、作画の面だけちょっと心配ではあるんですけど、まあ、PV 見た感じそんなめちゃくちゃ悪いってことはまずなかったので、僕自身楽しみたいと思ってます。またですね、これ声優ファンの方にはもうこれ耳寄りの情報というか、もうぜひ見た方がいいと思うんですけど、これめちゃくちゃ豪華です。主人公がまず今をときめくえのきくん、まあ、例えば呪術回戦の虎杖とかね、最近とにかく可愛いのなさくんとかやったりしてますけど、それが主人公。そして、さくらあやねさん、脇あずみさん、竹里あやなさん、高橋りえさんが4人のヒロイン役をそれぞれやってるということで、もうね、最高じゃないですか、これ。あやねる、あやち、りえり、あずみってなんて読むのかわかんないけど、脇あずみさんでスペちゃんね、スペシャルウィークとかの声優やられてる方なんですけど、いや、本当に、ね、まあ、今説明、この作品だけかなり長いと思うし、そんぐらい僕は楽しみですね。やっぱ原作ファンですから、もう超楽しみの作品です。はい。続いて12作品目です。12作品目が、ゲッターロボアーク。続いて13作品目です。こちらが現実主義勇者の王国再建記と。こちらですね、現代知識で旧知の王国を再生する異世界内製ファンタジーとなっているみたいです。まあ、小説家なのが原作で、2020年11月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は100万部を突破しているそうですよね。非常に人気作だよね。僕自身見ようと思います。ではあとですね、こちらですね、声優陣も非常に豪華というところで、小林祐介さんだったり、みなりつ祈りさんなんかも出られていて、まぁ、断末をね、ちょっと彷彿させるような感じで、制作会社も同じところだったんですね。制作会社が JC スタッフさんで、これ断末とか、食撃の相馬とか作ってるところで、まあね、PV を見た感じはよくあるなろうものじゃないかなと思いつつも、でも制作陣がね、やっぱすごい豪華ということもあって、楽しみだなと思っております。続いて14作品目です。14作品目が、こちらですね。小林さんちのメイドラゴン S ということで、マジヤバくねしか言うことないっすよ、これ。もう、カンナちゃん見るの楽しみだわ。小林さんちのメイドラゴンの2期ですね。クール教者信者さんの、まあ、原作の漫画が、漫画原作のアニメとなっておりまして、まあ、京都アニメーションさん、まあね、ほんと辛い事件がありましたけど、こうしてまたアニメを作ってくださって、本当に嬉しい限りで、まあ、監督とかもね、まあ、いろいろあったことによって変わってしまってはいるんですけども、本当に2期がすごい楽しみだし、まあ、こんなにいいね、日常アニメっていうんですかね、もう本当にこんな可愛い作品はなかなか見ることないので、ぜひね、今からでも1期見ていただいて、2期ね、一緒に見れたらなと思います。続いて15作品目です。15作品目がこちらですね。サニーボーイということでね、こちら、ワンパンマンの監督の夏目先生と、サマーウォーズ、デスノートなど手掛けるアニメスタジオ、マッドハウスが送るオリジナルアニメということでね、青春 SF サバイバル群像劇ということで、PV 見た感じ、これ質アニメじゃないですけど、かなりね、これなんかストーリーとか面白そうだなと思いつつ、まあ、作画面、キャラクターズの意味はね、まだまだそのアニメ実際見ないとわかんない部分もあると思うんですけど、僕はね、ちょっと期待したいなと思ってます。あらじとしましては、誰もいない空っぽの教室、退屈な日々、それはいつもと変わらない夏休みのはずだった。突如、異次元を漂流し始めた学校と、そこに取り残され、超能力に目覚めた36人の少年少女。なぜ、どうして、次々と浮かぶ疑問の渦の中、理不尽に満ちた異世界での、異世界じゃないです。理不尽に満ちた世界でのサバイバル生活が始まりも告げるということね。これもね、しっかり見ようと思います。次で16作品目です。16作品目が、死神坊ちゃんと黒メイドで、これ僕原作読んでます。まあ、最新はまだ追いつないであれなんですけども、しっかりね、もう何巻分ぐらい、10巻分ぐらい読んでるかなと思いますね。で、こちらはサンデーメブリーっていう、小学館さんが出してるウェブアプリにて、連載中の作品になってまして、2021年2月時点でコミックスの累計発行部数は100万部を突破していると。で、まあ、死神坊ちゃんっていうのが、主人公なんですけど、そういう名前じゃないけどね、実際は。その坊ちゃんは、ほんと触れられると、そのなんか呪いをかけられて、その触れた人は死んじゃうみたいな、なんかすごい呪いをかけられてるんですね。まあ、そんな中でそのメイドのアリスって超可愛いヒロインたちとこうラブコメディを拾いつつ、まあ、ヒューマンドラマを繰り広げていくというあったかい作品になっております。こちら声優陣も非常に豪華ね。花江くんとか水瀬いのりさんとか神谷博士さんとかね、内田優馬くんとか出たりして非常にいいですし、まあ原作も非常に面白いんですけど、まあ CG アニメだっていうところがちょっと不安定というか、やっぱそれがね、まあ、不安定というかすでにそれで、まあ CG アニメじゃなければなっていうコメントも結構見たので、まあ、その点をねしっかり共有できれば楽しめる作品なのは間違いないんじゃないかなと思っております。続いて17作品目です。17作品目が、ジャヒー様くじけない。こちらね、漫画原作になっておりまして、あらすじはこれは何て呼ぶんやかな。魔界で魔王に次ぐナンバー2の地位を誇っていたジャヒー様。魔族たちから恐れられ、わがまま言いたい放題、贅沢したい放題、我が家の春を謳歌していたはずがというところで、魔法少女の襲撃を受けて人間界にぶっ飛ばされてしまった。ちょっと話しながらこんぐらいにしておきます。はい。お楽しみに。すいませんね、ファンの方。はい。続いて18作品目です。18作品目がこちらですね。白い砂のアクアトープということで、いや、楽しみですね、これ。楽しみです。まあ、ちょっと僕、PA バックスとかちょっとね、まあ、最近こけてるし、と思ってて、バカにしてたんですけども、PV 見たらハマっちゃいました、これ、すでに。
監督が篠原俊也さん、シリーズ構成柿原優子さん、そして制作会社 PA ワークスということで、あの色づく世界の明日からっていう、まあね、少年少女たちの青春を描いた作品でもタッグを組んだ彼らが新たに手掛けていくと、そんなオリジナルアニメ、沖縄県の小さな水族館を舞台にした新作オリジナルアニメとなっております。これは楽しみでしかないでしょ。またですね、この篠原俊也さんというのはナビアスとかの監督もやられた方で、その時もね PA ワークスとのタッグなんで、まあ、協力制作陣の送る、まあ、しかも PV 見た感じも非常に面白そうで、まあ、ユリ要素もちょっとありつつ可愛い女の子も出てくるんだよね。楽しみでしかないです。ぜひ皆さん見てください。はい、来期のオリジナルアニメ、これ一番注目作じゃないですか。はい、続いて19作品目です。19作品目こちらですね、スカーレットネクサというね、こちらはあのラブライブさんで有名なサンライズさんの作るゲーム連動アニメとなっております。まあ、ゲームの方がすごい面白そうだって評判の中になってましたけどね。こちらは機能は拡張された人間によってあらゆることがコントロールされる世界を舞台として、人間の脳を狙う怪異との戦いを描いた内容となっているみたいです。で、主人公のね、声優は今をときめくえのきくんということで、まあ、サンライズさんの作る、まあ、アニメで、まあ、基本的に作画もいいと思うんで、まあ、ひとまずね、楽しみに見ていきたいなと思います。次に20作品目です。20作品目が、精霊幻想記ということで、これはね、結構ラノベファンの人がすごいなんか、あの、アニメが決まった時に、あの、盛り上がってたのかなと思うんですけど、これはですね、前世と現世が交錯する異世界転生ファンタジーとなっておりまして、2つの記憶を持つ少年が運命に立ち向かうというナロー原作の作品なんですね。で、こちらは2021年4月時点で、シリーズ累計発行数130万部を突破している大人気ライトノベル原作ということですね。で、結構なんか経歴が変わってまして、もともとなんかその、漫画版が連載されたらしいんですけど、なんか打ち切りになったらしいんですよね。作家の人が体調不良になって。でそっから、また違う方によって、新たに一からスタートしたりもしてるらしいです。はい。で、2020年、あ、そうですね。テレビアニメが発表されて、累計アポス130万も突破する大人気作品ということね。まあ、これも楽しみに見ていきたいなと思っております。で、主人公の声優はね、松岡義嗣さんだったらね。で、どうやって二人を、なんか二人、要するに、一人二役をやったりするみたいなんで、まあそういう声優の演じ分け、声の演じ分けとかも楽しみになるんじゃないかなと思いますね。あとはトモリルとか、ホンドちゃんとか、こんな感じですね。はい。遠山ちゃんも出ますね。いいですね。声優陣も豪華っていうところですね。続いて21作品目です。21作品目はこちらですね。探偵はもう死んでいるという単語式来ましたー。いやー、来期のラノベ、来期今夏アニメのラノベで原作で僕は一番楽しみにしてますね、この単毛詞は。うん、こちらですね、2021年5月でね、シリーズ累計50万部突破ということで、なんか100万部とか言ってる作品とか今まで結構言ってきたんで、あれ少なくねと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、これほんと出たばっかり、まだ5巻とかまでしかね、発行されてないですよね。その中で50万部ってかなり多いんじゃないかなと思ってます。あとね、まあ、同じって言ったらおかしいな。ラノベ YouTuber とかで山崎龍くんとかね、宣伝したりしてて、僕も結構楽しみにしてるんですね、これ。うん。PV 見た感じでも結構ね、オーラがあるというか、いい感じで、そのラノベのショーとかも、ね、結構撮ってるという作品になっております。で、この作品なんか、あらすじは今のところあんましっかり理解できるわけじゃないんですけど、まあ、主人公は巻き込まれた人の少年、君塚君彦くんっていう子で、まあ、探偵を名乗る少女のシエスタの助手になったらしいんですね。それで3年ぐらい、まあ、日々を過ごした時に、死に別れてしまったらしい。その、シエスタっていう子は死んだんですかね。亡くなったと。で、そんで、その日々から1年経った時に、同級生の少女の夏なぎ、なぎさちゃんというのを出会いをきっかけとして、過去と現在をつなぐ壮大な物語が始まっていくという作品みたいです。でなんと初回1時間スペシャルというかね、いやー楽しみですね。1時間キャーってなってるところで。で、まあ、唯一の懸念点としては、やっぱ制作会社演じさんっていうところで、PV 見た感じは何も問題なかったんですけど、まあね、今期究極進化したフルダイブ RPG 見られてる方はわかると思うんだけど、後半力尽きてたんですね、作画が。だからまあ、まあ、その辺は心配だけど、まあもちろん前半部分は何も心配せずに、まあそういうようなキャラズもいいし、作画もいい会社なので、楽しみたいなと思います。続いて22作品目です。22作品目が、チート屈指のスローライフ、異世界に作ろうドラッグストアという子ね、まあいかにもナローの素晴らしい原作のタイトルが来ましたけども、ナロー原作ということで、悠々自適なスローライフを送ろうと決意し、ドラッグストアをオープンさせる。異世界のドラッグストアを舞台にしたスローライフの物語が始まるということね。異世界のドラッグストアを舞台にしていくということね。ほー、ということね。まあ、PV みたいな感じで結構面白そうだったんですよね。クマクマクマベアとか、なんか、例えばラスダンジョン前の村のラスダンとかの、波動を感じるような感じで、結構可愛いキャラも出つつ、なんか面白そうな感じもしたんで見ようかなと思ってます。で、23作品目です。23作品目が、こちらですね。月が導く異世界道中とか、こちらがビビの時とかのコマーシャルとかに流れてたんですけど、僕結構ね、録画で見てたんであんま見てなかったんですけど、月道なんて略されるらしくて、ナロー原作と。で、シリーズ累計発行部数200万部を突破してって、これかなり人気作品ですよね、こちらの作品。で、神と人族から見捨てられた男の異世界世直しファンタジー開幕というね、まあ、異世界もやっぱね、今期もすごい多い、今期というか夏アニメも多い中で、どれがね、僕自身ハマるかわかりませんけど、ひとまずこれも見ようと思っております。声優陣もね、かなり豪華ですね、これ。主人公の声優が花江くんで、ヒロインかな？で、アヤネルだったり、木戸あかりちゃん、早見沙織さんとかも、かなり声優陣も豪華なんで、まあ、見るしかないなって思うんですよね。
異世界だからとか言って、あの好き嫌いしません、入れられませんからね。僕自身も声優さん大好きな声優さん、あやねるが僕一番好きなんですけど、さくらあやねさんのね、うん、出てるもん見るしかないです。はい、楽しみです。続いて24作品目です。24作品目が月プロ The アニメーション2、これね月プロ2期かな。続いて25作品目です。こちらが出会って5秒でバトルという、このね、ウラサンデーおよび漫画ワンにて連載中の作品で、コミックスの累計発行部数は2020年11月で200万部を突破してる。これもね、まあ、途中は読んでないですけど、あの途中まで、ね、読んでました、俺原作ね。で、誰も予想しない能力と類まれな能力を武器に、新時代の頭脳派能力バトルが始まるということで、まあ、ある時になんかいきなり、まあ、拉致みたいにされちゃって、あの、まあ、能力を与えられて、その中で戦いみたいな感じでね、戦っていくという能力バトルものとなっております。続いて26作品目です。26作品目が、D サイドトロウメライズアニメーション、ちょっと読みが間違ったかもしれないですけど、これですね、サムザップ、ドリコム、ブシロード3社共同新メディアミックスプロ、新メディアミックスプロジェクトになっているみたいです。ゲームとかね、あのゲーム連動のアニメかなっていう感じですかね。続いて27作品目です。27作品目が転換シフトよね。こちら中国のウェブ小説作品が原作のアニメとなっております。で、あの架空の古代中国を舞台として描かれたファンタジー小説作品になっておりまして、2020年に中国ではビリビリにてアニメが配信されて、日本ではまあ夏から7月から始まるというみたいです。続いて28作品目です。こちらが転生したらスライムだったけ2期第2クールということで、ね、来ました。てんでれんてんてでてって、なんかね、2期なんか結構切っちゃってる人多かったんですね。見た方がいいっすよ、2期のね。あの前半部分はやっぱあれだったんですけど、後半がもうやばいぐらい面白かったんで、ぜひね、あの追いついていただいて、この第2クール見た方がいいなっていうぐらい本当面白いんで、あの、まあ、騙されたと思ってね、ちょっと見てみてください。まあ、テンスラファンは何言ってんだ感じかもしれないですけど、ね、僕はテンスラすごい好きです。はい、続いて29作品目です。29作品目がナイトヘッド2041ということで、2041って呼んだ方がいいかな。こちら、1992年にテレビドラマ化されて多くの人々の心を掴んだ、でカルト的人気を誇った衝撃作ナイトヘッドの、まあ、アニメ化、まあ、今度はアニメになるってことですね。まあ、超能力を持つがゆえに苦しむ、主人公たちの、兄弟を描いた物語は SF ファンだけにとどまらず多くのファンを魅了したと。で、まあ、その30年の時を超えて、テレビドラマの監督を務めた原作者、飯田さんの、脚本によるオリジナルテレビアニメーションとして蘇るというところですね。はい。次で30作品目です。30作品目がこちらですね。バイオハザード、インフィニット・ダークネス。このネットフリックスで 全世界独占配信されるみたいです。次で31作品目です。こちらが、ピーチボーイ・リバーサイド。これもね、原作途中で、今期のね、作品、今期っていうか夏アニメの作品は、あの原作途中で読んでやめちゃってる作品が多いんですけど、こちらね、クール教信者さん。なんと、小林さんちのメイドラゴンの作詞さんの、もう一つの連載、まあ、たくさん連載してられてるんですよ。今、そのクール教先生は、なんて呼ばれるんだクール教信者先生は、今ね、あの、二人ぼっちのおたさんの姫か、なんかあの、ヤンジャンで僕にそれ読んでるんですけど、あのヤンジャンの作品を連載されたり、もう多彩なかったんですけど、まあ、それも原作の作品で、あの桃太郎ってあるじゃないですか、日本の動画に。その、桃太郎にもし続きがあったらってことで、まあ、イフストーリーみたいな感じで描かれている作品で、まあ、あの、もしもの話なんだけども、もし流れてきた大きな桃太郎と、まあ、桃流れてくるじゃないですか。あれが一つじゃないとしたら、日本に流れてきた桃が複数あるうちの一つに過ぎないとしたらどうなっていくんだろうって描いた作品で、まあ、キャラのね、癖とかもかなり強くて、これね、結構アニメ、PV 見た感じも面白くなるんじゃないかなと期待してます。次、32作品目ですね。おー、来ました。すいません。流れちゃった。32作品目ですね、こちらが。日暮らしの泣く頃に、卒で、神様のシンドローム。あー、もうね、一期のね、日暮らしの泣く頃に、ゴーの時の最後のエンディングがもう忘れられませんけれども、まあ、本当に素晴らしい日常アニメなんで、まあ、本当にあんな可愛い女の子が出てきて、キャッキャフフしてるね、日常アニメ、僕は見たことがないというところで、まあ、ぜひね、皆さんも見ていただいて、あのトラウマをもう一度、あの、味わっていただければと思います。はい。続いて、33作品目です。こちらが、100万の命の上に俺は立っている第2シーズンで、100をですね、まあ、僕はイラストを1話で使用するのを見て切りました。はい、続いて34作品目です。こちらが、ブラドラブということで、ね、こちら、すでにアベマなどで配信されてるみたいですね。なんか、テレビのね、だから、アベマなどですでに配信されてないと、テレビで地上波ですでに放送が始まるってところなのかなと思います。続いて35作品目です。こちらが、平穏世代のイダテンたちということでね、今度はあのクール教信者先生が作画を務める作品ということで、クール教信者先生がなんと3作品ぐらいね、携わってるんですよね、今回のアニメ。すげえなって感じですけど。で、今期のノイタミナーク、かつ、制作会社がマッパさんというか、ちょっと熱いんじゃないですか。まあ、ノイタミナーク最近衰退してるなとか、ちょっとバカに最初してましたけど、結局ね、今期やってるバク転もかなり面白いので、まあ、これも期待しないなと思いますね。で、何が起きるか誰にも想像がつかない、禁断のびっくり箱が今開かれるということね、あの、とりあえず見てみると、なんか PV 見た感じあんま分かんなかったんで、まあ、ひとまず見てみて判断したいなと思います。で、36作品目です。こちらが、
僕たちのリメイクというかで、僕リメイクこれもね楽しみにしてたんですよね。まあ、ラノベ原作なんですけど、僕自身マガポケでコミカライズやってるんですよ。でそのコミカライズ読んでて、もう非常に楽しみだなと思って、いつもコミカライズ読ませていただいている人になってます。でまあちょっとね、なんか声優がなんか思ってたのと声がなんかちょっと違ったりとか、キャラクターデザインがまあちょっと違ったりとかしてたので、僕的にその楽しめるか実際見たらなると思うんですけどね。まあその辺は不安点ではあるんですけど、まあ、非常にねいい作品なので、まあ、ぜひね皆さん見ていただけたらなと思います。でこちらはですね、主人公ゲームディレクターで、まあ会社がね倒産して企画も飛んだして実家に帰るとももうどん底で、人生どん底みたいなところで、まあ、ある日目覚めると、なんと10年前は大学入学時に巻き戻っていたということで、まあ、やり直しファンタジーというんですか、まあ、ということで、当時選ばなかった道を選んで憧れの芸大ライフに挑んでいくと。で幸せで男女4人の共同生活と、共同生活をしていくと、その中で、まあ、ゲームクリエイターを目指して、まあ、新しい人生、今度こそは成功するぞということで、ね、まあ、異世界、無職転生じゃないけど、やり直し、目指して頑張っていくという作品になっております。楽しみですね。制作会社フィールさんなので、作画は非常にいいんじゃないかなと思います。で、37席目が、魔法、まじ、全然違った。マギアレコード、魔法少女、マドカマキアガイデン、セカンドシーズンとかね、マギレコですね。いや、これしかも最近ですね、突如いきなり発表されて、夏アニメ、僕は1ヶ月前に発表してた、これを全然紹介する、しないでね、終わっちゃうとこだったんですけど、まあ、がっつり紹介していきます。マギレコの2期が来ましたよね。魔法少女、マドカマキアは、まあ、皆さんご存知だと思うし、ワルプルギスの回転っていうのが、発表されて、そっちに話題持ってかれちゃったんですけど、2期もね、来るということで、まあ、1期は結構謎の終わり方だった記憶があるので、まあ、結構内容忘れちゃったんだけど、まあ、2期楽しみにしたいなと思います。次38作品目、こちらが魔法科高校の優等生というね、こちら今度は柴美由紀ちゃんが主人公になっていく魔法科高校の劣等生のスピンオフ作品になってますね。制作会社も変わって、まあ、絵柄とかも変わってかなり可愛いというかソフトな感じになってたんで、その辺も楽しみにこれ見ようかなと思ってます。次39作品目、こちらが迷宮ブラックカンパニーというかね、これ皆さんが知る人と知る、皆さんが知る人、日本語違ったな、知る人と知る作品になってました。これね、ドラゴン家を買うって今、僕らの視聴者の中ではもう今季吐きなって言われてます。その作品の月刊コミックガーデンってね、まあ、連載中、ドラゴン家を買う連載中のところで、こちらも連載している作品が原作のアニメになってます。期待大ですね、これ。まあ、異世界に転移した後、ブラック企業に勤めることになった主人公が、安定したニート生活を手に入れるべく、策謀を巡らせる姿を描いた作品になり、その内容から、社畜的ダンジョンファンタジーと宣伝されるという、なんか癖が強そうな感じがしますね。はい。次で40作品目です。こちらが、女神寮の寮母くんということね、漫画原作なんですけど、こちらね、もう、エロわけですかね、来期ね。はい。男子中学生が女子大学生の寮の寮母にと、ちょっとエッチなハプニング続出の、オネショタハーレムラムコメということで、ね、オネショタなんていうの、これ。地上波のアニメ聞くときは来るとなかなか思いませんけど、まあ、まあ、そういうね、期待してる方はぜひ見てみてください。僕もね、楽しみです。はい。次で41作品目、こちらが、モンチ。続いて42作品目、こちらが、闇芝居第9期。そして43作品目、こちらが、指先から本気の熱情2。恋人は消防士という指熱です。こちらショートアニメが非常に一気に人気だった作品ですね。で、44作品目です。こちらが、ラブライブスーパーサル始まりは君の空空に、あ、もう本当にこの始まりは君の空、あ、待って、始まりは君の、まね、まじゃ始まりは歌詞が今流れるのかね、まじか、今のねこの歌を聞いたらまあ多分ハマるんじゃないかなと思います。でラブライブの4代目ですね、虹ヶ崎が本当に面白かったんで、3代目虹ヶ崎っていう、さっきラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会って作品が本当に面白かったんで、もうこのスーパースターも大いに期待してますね。でいつもはまあ10人ぐらいの、まあ、ラブライブ、ここ前回ソロアイドルだったんですけど、今回はまあ5人なんですけど、5人のアイドルグループということで、全員高校1年生らしいんですけど、まあ、これがどう描かれていくのかっていうのが非常に楽しみだし、まあ、5人になるからこそ、いつも10人ぐらいいるから、よりなんかエピソードを濃く描いてくれるんじゃないかな、楽しみですしね。で、声優さんも非常に、美人さんというか、その2次元 ?3 次元でも、2.5 次元かな。でも活躍できるだろうっていうのを据えて、やってるだという感じのキャスティングがあったので、もう非常に楽しみですよね。で、今回はなんと都会が、表参道、原宿、青山の3つの町の狭間にある新設校が舞台ということで、都会が聖地になっていくわみたいなね、まあ、いろいろ問題もありましたけど、すでに。はい、っていう作品ですね。まあ、非常に楽しみですね。ぜひ見てみてください。始まりは君の空が、あとで調べておきます。はい。そして最後ですね、いよいよ最後。45作品です。こちらが、リメインということで、リメインですね。こちら、総監督、脚本が西田正臣先生ということで、対話の作者、西田正臣先生が脚本を務め、そして、制作会社、マッパさんの初作で、水球ね、スポーツアニメですね、に挑んでいくということで。いや、これね、PV 見てみたんですけどね、めっちゃ面白そうだったんですよ。リメインリメインじゃねえ、リメインだみたいなね。まあ、要するに、まあ、主人公なんか記憶喪失、もともとめっちゃ強かったんだけど、記憶喪失になっちゃうみたいな。で、まあ、なんか、
な水球を始めるんだけど、なかなか困難がたくさん迎えてくるっていう作品なんですけど、まあ、その中でも俺はもう取り残されちゃうと、もう記憶喪失で何もできないし、もうみんなに置いてかれちゃうなんて言ってるところで、リン・メインだ、もう一回お前主役になるんだって言ってくるのがその PV あったんですよ。いや、かっけえなと思ってね。で、いい作、あの、キャラクターデザインとかも良かったんで、非常にね、マッポさんだし、楽しみだなっていうのを、すごい、思ってます。はい。で、以上がですね、45作品で、この他にもですね、まだ、春アニメから続いていく作品でもあってまして、これがね、5作品あります。5作品かな、まず、ヒロアカのゴティ、そして、東京リベンジャーズのニックルメ、そして、キングダム3期、そして、不滅のあなたへ、シャーマンキング、参りました、イルマ君なんかもね、春アニメに引き続きあるという形になってますので、まあ、春アニメ見ている方は、ぜひね、そのまま見てほしいですし、まあ、東京リベンジャーズのニックルメとか、まあ、東京リベンジャーズとか、不滅のあなたへとか、マジで見た方がいいですね。もう、今からでも見て追いついて、夏アニメでも引き続き見るっていうのが、ベストなんじゃないかなと思います。ということで、かなり長めになりましたけども、2021年夏アニメの全45作品の一挙紹介動画は以上となります。コメントがあってありがとうございました。またですね、今週の土曜日かな、今2021年夏アニメの注目作品について語る会、僕自身何を見るかとか、皆さんの注目作品について語り合うっていう回も、ライブ放送でやる予定ですし、今後ですね、おすすめランキング、トップ20みたいな形で、夏アニメ何を見ればいいんじゃっていうことを20位から1位まで紹介していく予定ですので、ぜひですね、これを機にチャンネル登録だったり、高評価の方を教えていただけると非常に嬉しいです。ではですね、本当コメントがあってありがとうございました。それでは、夏休み、夏アニメお楽しみに。